どうも、こんにちは。ゼニーだ、えー。カルメンサンディエゴーへ世界編。えー、実はね、こそこそっとたまにプレイしていたんだ。えー、今、ランク4になっておる。うん、えー。もう少しでね、クリアできるんじゃないかと思って、えー、録画を始めたわけだ。うん。ということで、えー、やっていきましょう。えー、被害に遭った都市、バンコク。うーんと、 こうやってね、メモをしていくのがやっぱりね、重要ですよ。宝物。まず被害にあったのは、バンコクからスタート。でもね、スタート地点はあんま関係ないからメモする必要ないですね。えー、っと、宝物もね、別にメモする必要はないんですけどね。金の仏像。 えーっと、男性らしい。これは重要だ。男性。それしかわかんないのか。はい。じゃあいこう。レベルが上がってもね、別に難しくなってるような感じはしないんだよな。えー、っと、バンコクね。シャムと呼ばれてました。 シャムソーセージとかっていうのとかありましたけどね。じゃあまず聞き込みからスタートいたしましょう。えー、っと、自動車の価格を知りたがっていた。 えっと、赤と白を使った旗。赤、えー、白の旗。あー、被ってますね。赤白を使った旗で、えー、自動車の価格を知りたい。ちょっと情報が少ないなぁ。 これは難しいぞ。赤白、赤白のみの、えー、っと、というと、日本という可能性もありますね。車はね、日本も結構、あ、日本かなちょっとわかんないですけども、情報が少なすぎるんだよな。自動車の価格を知りたい。 あ,あと赤城って言うと、うんとね、シンガポールと、えー、イスタンブールですけれど、イスタンブールとシンガポールって、車は産業としてどうなんですかね多分、車の産業が力入って、 てないよねねきっと、ね、シンガポールの車とかもう聞いたことないですけどうんイスタンブールもね日本でいいんじゃないのかな念のために自動車についてえっ、ー、と調べてみましょうか日本日本ではねどんな感じでえっ、ー、とこのねゲーム内の情報として経済、えー 主な産業、まあ、自動車乗ってるよねうんちょっと一か八かで日本に行ってみよう東京はいえー、っと 正解だったみたいですね。えっと、次の情報は、えー、農、農業、農業と工業用の仮化化合物のアイヤ紙は黒。 えー、紙は、黒。仮化合物のバイアー、これはまた難しいですね。えー、っと、珍しいアメリカロズルを見たい。アメリカロズル。アメ、あ、違う違う、アメリカシロズルね。えー、を見たい。 次アメリカなのかな魚介類しかないと話すとがっかりしていました。魚介類魚,魚介類が嫌い、えー。フランス植民地の歴史を勉強するつもりだ。フランス。 植民地の歴史。うーんーってことはアメリカではないんだな。アメリカシロズルで有名。植民地とかね、俺世界史とか全然わかんないからね。まずアメリカシロズルっていうのはどこで有名なのか。えー、アメリカシロズルは、うんと、 あ分布はアメリカ、カナダってなってるな。ってことはカナダかなフランスの <laughs> 植民地だったんでしたっけカナダって。なんかフランスの人が多いってことは知ってるんだけどね。でもそうなるとカナダ臭いな。カナダっぽい匂いが漂ってますね。カナダっぽい匂い。えー、っと、カナダは、うんと、モントリオール。 ですね都市の名前はモントリオールに行こうあったはいえー、っと はい正解ですねしかしこのゲームが人気あるっていうのがいまいちよくわからないんだよなまあ真ん中な,ないけどそんなに大人気になってアニメ化したりとかねそこまでの作品なのかな、えー、ルーブル美術館ルーブル美術館を見たい次 えっと、ワインの価格を知りたい。ワインの価格を知りたい。ここで調べたってしょうがないでしょっていう。あ、間違えちゃった。ま、間違えた。ごめん。ごめん。ごめん。えー、ワインについて勉強するつもりだと大きな指輪をしていた。えー、っと、 大きな指輪をしていた。うん。はい。そしたら、ルーブルだから、フランスでいいんだよな。ルーブル、ビジュッ うんとそうですねはいじゃあフランスに行きましょうえっ、ー、とフランスのパリ ビジームがね突然でかいんで驚くんだよな。はい。うーんと次は赤青赤青赤と青の旗。 お羊の肉のバイヤーだ。お羊の肉のバイヤー。髪は黒。あー、情報被ってますね。えー、温泉について研究。温泉か。温泉について研究。なるほど。ちょっとね、 あのー、犯人の、えっと、目を目星をつけときたいですよね。んと黒髪。えー、っと、まずは男であるということで、えー、こいつじゃないかな。こいつじゃないな。使われ と、グレイノルト。えー、と、こいつでもないな。髪の毛赤って書いてあるな。黒、髪の毛は黒で、えー、と、登山家、ニックブランチ。えー、と、魚介類が嫌い。魚介類が嫌い。はい、違うな。次は、 ファースト ADB。うーんーと、紳士的泥棒。えー、っと、いつもみなりに気をつけている。うん、髪の色、うん、黒髪ではあるな。ダイヤモンドの大ピン。 トレードマークはダイヤモンドのタイピン違うな指輪だもんない,いわえー、っとブロンドの紙違うなあらちょっとぴったりなやつがいねえぞ大きな指輪をしていた魚介類が嫌いうーん慌てないでちゃんと読んだ方がいいね うんそうだなぁ うーんー、なんかぴったり合う奴がいないんだけど、魚介類についてどうこう言っている男がいないんだよなぁ。せめて指輪に関する情報があればいいんだが。あニック・ブランチは左手にディック・トレイジー・クライム・ファイターズの指輪をはめている。こいつだろうニック・ブランチじゃないかな ステートセーブしてから逮捕状を取っておこうまずは性別は男髪は黒趣味こいつの趣味は登山ああ 特徴は指輪乗り物はうーんそうねなんかね説明には速い車と美しい女性が好きって書いてあるんだけど 1250cc のバイクにも乗ってるらしいんだよねバイクオートバイかな ニック・ブランチ、こいつよしいいんじゃなかろうかで次、でどこに行くかなんですけど赤と青でしょ赤と青赤と青赤と青の旗赤と青赤と青だけの旗ってなくないかあいやでも白があ,あのほら アメリカだとね赤と青と白が入ってるんだよな赤と青と白だったらいっぱいあるんですよ赤と青だけってのがねないんだよな子羊の肉のバイヤー温泉についてちょっとイメージ湧かないんですよねんなんだ あれ何これうんなんか勝手に押,押されちゃったみたいですけどじゃあうーんとちょ調べますか地図でね子羊子羊っていうとうーんやっぱ牧場がいっぱいあるとこじゃないかなと思うんだけどオーストラリアとかはどうなんだっけ オーストラリアはやっぱ赤と青と白なんだよなぁ。温泉とかどうなんでしょうえーっと、経済。子羊、ー、うん、羊毛。子羊の肉については書いてないなぁ。 うーん温泉についても特に書いてないかないかないね赤と白の旗赤と白のつぶつぶ赤と青うーんとタイのバンコク 戻りたいときにさ、メインの画面まで戻っちゃうのが嫌なんだよね。また入り直さなきゃいけない。うーんと、でもな、バンコクって、そんなイメージないんだよな。てか、どこだえっ、ー、と、バンコク、これか。 違う絶対違ううーん赤と青そしたら次はノルウェーはどうなんだノルウェーってそういえば温泉とかありそうだよなでも子羊ってどうなんでしょううんーと。 う,ーんうん,うん、うん、読んでないのに進んじゃうんだよねー。ほら。うーん、温泉とかなさそうだな。温泉とか言ってないもんな。ちょっと待って。じゃあ、行き先見ちゃおう。えーっとね、パリ、フランスのパリあ。まあ確かに赤と青はあるんだよな。モントリオール、カナダは赤、青がない。 ニューデリー、ニューデリー、ニューデリーってどこだっけインドだっけあ、インドだね。インドも違うね。北京も違うし。レイキャビック。レイキャビックって何うーん、レイキャビック。 んレイキャビックああ。あった。アイスランド。アイスランドこれじゃないのか。でもこれも赤と青と白なんだけどね。一応、えっと、地、地理情報コンピューターで調べてみよう。えー、っとね。あれ この辺りあれこれはイギリスかんうんアイ違うア,アイルランドと…アイスランドアイスランドかここかうーん んー、ん <laughs> どうなんだでも火山があるからな、温泉出るんじゃないですか。んーよく見えなかったけど、ちょっともう一回見ようか。でも、子羊の肉については書いてないの。歴史、歴史を見てみましょう。うーん、ないね。 ないけど、ここじゃない温泉とか出そうな気がする。アイスランドへ行ってみましょう。レイキャビック。ま、あ一回ぐらい間違えてもね、取り戻せるんでね。初めて来たんじゃないはい。 えー、絵がなんか手抜きっぽいけどね、どこの国でもなんか、どこの国だかわかんないよね、この絵じゃ。もっとレイキャビックっぽい絵にしてくれないとね。あ正解でしたね。クルーザードに両替しました。うんと、行き先情報、あ行き先情報、ここじゃなくて。 ここに書くべきだったんだね。クルザード。うんと、大統領へのメッセージを持っている。大統領制だということだね。大統領。 えっと、ブッシュマスターを捕らえたいと話してました。オートバイに乗ってました。もう犯人は特定できてるからね。ブッシュマスターを捕らえたい。てか、ブッシュマスターってなんだろううんと。で、次どこに行きゃいいのかって話ですけど、クルザードって調べてみようかな。 通貨について、えっ、ー、と、クルザード。クルザードは、えー、っと、ポルトガルがかつて発行した金か銀か、ブラジルがかつて発行した、ブラジルかなブッシュマスターについても調べてみるか。多分ブラジル臭いな。ブッシュマスターと。 っていうのは、あ、ヘビですね。と、中南米ってことだから、やはりブラジルでしょう、うこれは。えっ、ー、と、ブラジルは、えー、っと、リオ、リオディジャネイロ。 追い詰めたみたいだね。あなたは近づきすぎている。密かに行動せよ。 一人捕まえました君の協力に敬意を表するバンコクの警察が逮捕したニック・ブランチの持っていた盗品金の仏像は再び人々の手に返されることになった国際警察にいる我々は今度の事件で君の活躍に感謝している君の活躍は記録され新たなステップを迎えるだろう はい、あと2件次のシナリオですけどもえー、っとバマコどこ えー、その宝物は次のように確認されている。マリ帝国の、うんと、陶器類ですか。マリ帝国の陶器類。はい、じゃあ犯人もね、新しく変わるので。えっ、ー、と、犯人の特徴は 犯人は男。で、男、男性。まあね、これの繰り返しなんですよ。慣れてくるとね。まあ重要なのは、えっ、ー、と、木曜日ぐらいまでに犯人を特定するってことなんだよね。これができないと、まあやばいかなーっていう感じですね。で、 追い詰めすぎちゃったときにダメだった以前ねダメだったのはさ先に犯人を特定できてなかったからダメだったんだよねえっ、ー、と赤白黒を使った旗うーんと赤白黒の旗。 うーんと、有毒の豚花蛇。有毒の豚花蛇。えー、コンバーチブルに同情しないかと。コンバーチブルに乗っていると。チグリス川。 じゃねえやえー、どっちか。ちぐ、違う、逆だ。これが、こっちだな。で、これが、こっちですね。チグリス、パワー。素敵なコンバジブル運転。うん。チグリスっていうと、なんとなく、なんかこう、もう反射的に、チグリス、ユーフラ、 ですだっけでなんか頭に浮かんでくるんだけどだからっつってチグリス顔がどこだったかっていうのはちょっとよく覚えてないなんか中学生ぐらいの高校で「チグリスユーフラテフ」だっけユーフラテスだっけなんかそんなようななんかもうすり込まれたようななんか言葉がねなんか思いでもはっきり思い出せないんだよな はい。えっとね。じゃ次の、えー、っと、創作する場所。赤、白、黒ですけども。うん赤、白、黒というと、うんとね、イラク。それから、うんと、あ、勝手に、なんで勝手に押されちゃうのかなこれエミュレーターのせいなんでしょうかね。うーんーと、イラク。 イラクと、あとは、エジプトかな。エジプト・なんとか共和国って書いてあるな。エジプト・アラグ共和国うーんと、どっちかな。エジプトかななんか、チグラ、あ、とか、なんか、なんとか文明とかの、なんか、勉強してるときに出てきたんだっけな。ちょっとエジプト見てみましょうかね。エジプトは カイロここですねエジプトあアラブ教国うんと有毒のブタナヘビうんその出てこないねチリ ナイル川全然違うか。これじゃないのか。じゃあ、えっ、ー、と、イラク。イラクは、うーんーと、バグダッドですかね。このシリーズ、ほんとね、俺の、その、 地理の知識のなさをね、暴露するためだけのシリーズのような感じがしてきちゃうんですけど、もうね、リアルにね、中学生、高校生ぐらいの時にもう地理がすっごい苦手だったんですよね。もう全然覚えられなくて。まあ、歴史も苦手だったんだけど、地理も超苦手でね。当時はね、何が得意だったかっていうと、数学が割と得意だったような気がしますけど、ただね、 あの高校数日までしかやってないんでうんそこまでの範囲なんだけどねえっ、ー、とあこれだね豚花蛇豚蛇になっちゃってるな俺がメモしたのがねこれだなイラクですから、えー、イラクはバグダッドねよっしじゃあ次の行き先はバグダッドはい 本当ね、興味がないことは覚えらんない子たちなんだよね。昔からそうなんですけどね。もうずっと変わんないわ、うんと。小学生の頃から友達に言われてる。なんかね、興味があることの集中力はすごいけど、興味がないことは一切覚えるつもりがないみたいなね。それが やらなきゃいけないことであっても興味がなかったら覚えないんだよね。これがだから勉強の時にね、うん、現れちゃうんですよね。あとは仕事。仕事だと言っても興味がないから覚えないし、興味がない人の名前も顔も覚えられないんですよ。<laughs> まあね、仕事だからって言う人もいるけどね、仕事だろうがなんだろうが <laughs>、興味がなかったら覚えらんねえんだよな。 まあ、こういう、そういう人なんでしょう。うん。そういう障害なんだろうね、俺ね。えっ、ー、と、次はお金はドル。次はドル。ドルで、えー、醜い入れ墨。入れ、ちょ、みに、醜い入れ墨。うん。 本人気に入ってるんだからね、醜いとかね、かわいそうじゃないですか。うーんと、ワラビーを見たい。ワラビーってことは、オーストラリアワラビーって、そっちじゃないのかななんかカンガルーに似てるやつだよね。またワラビーか。はいはい。そっか、かぶっちゃってんね。 ちょっとオーストラリアのことを調べて。けあ、じゃあ政治じゃなくて、うーんと経済。オーストラリアドル。だからドルなんだよね。あとは、わらびいるね。ショーカンガルー。カンガルーとわらびって、 大きさが違うだけで同じ動物なのかなあのイルカとクジラがねあの生物学上は同じだっていうのと同じような感じなんですかねはいじゃあ,あ,あオーストラリアに向かいましょうかオーストラリアはシドニーじゃなかったっけえー、っとそうですね はい、はい、正解えー、っとはい正解えっと赤い旗赤い旗っていうともう中国かなーっていう感じがするんだけど赤い旗はいお金を減 中国ですね。行き先は中国で間違いないけど、腕の入れ墨、えー、これは、腕、あれ、腕。うんと、あなたが探してる人、赤い旗をかけたら、赤い旗かぶってますね。うん、ちょっと、犯人の、 特徴がまだねちょっと情報が少ないからこのまま中国行こう北京はい正解。 えーと、トルコ語の辞書を欲しがっていました。じゃあトルコなのかなトルコ語の辞書。そういえばね、なんか知る人ぞ知るみたいな PC エンジンのゲームとか、ええー、ありましたらね、教えてください。あのー、 なんかねもう人気のゲームとかやった方がチャンネルのねあのー、人気を上げるにはねいいのかもしれないですけどどうもねやっぱ私は天の尺というかねなんか他の人がこうやってることを大多数の人がやってることはねあんまり興味がないっちゅうかなのでまあこのゲームもそうですけど割割とその知る人ぞ知るみたいなゲームの方がねなんかやってて楽しいので。 うん、でも、どうなんですかね。カルメンサンディエゴをえ自体は世界では有名ですけどね。日本では、どうだったんだろう。俺が単純に知らなかっただけなのかもしれないけどね。まあでも、そんなメジャーじゃないよね。うん。だから、まあ、プレイステとかの時代のゲームでもいいんですけどね。セガサターンとかでもいいですし。なんか、うん、知る人ぞ知るっていう感じのゲームがあったらね、教えてほしいなと。 思います、えー。あなたが探している人はここにいました。アララ登山アララ登山アララおさんをみたい。えっ、ー、と大統領へのメッセージ大統領制だと。うあら今回は。 でこなんていうか特定、犯人を特定するような情報がなかったね。うん。でもそろそろ特定したいとこですから、人物をね、ちょっとじゃあ犯人の方を見ていこうかな。うんと、まず、入れ墨があるっていうことですよね、腕に。で、ニック・ブランジはさっきあ逮捕したばっかりだから、こういった違うと。 うーんと、腕に入れ墨。男性、髪の毛の色すらも分かんないのか。うーんと、こいつかな、アイホ・アイホロビッチ。うーんと、珍しいウクライナの入れ墨を見せびらかす彼はひ、えー、一人で、 巨大なロブスターを丸ごと食べてしまう大食感。えー、そして、アイホロビッチのリムジンの中にはカラーテレビが備え付けられており。うーん、リムジンか。リムジン、コンバーチブルってのはオープンカーのことだよね。男性ってコンバーチブルプラス入れ墨。うーん。 そうですねでも入れ墨入れ墨も彫ってるということはうんもう一人の入れ墨はね指に彫ってるって書いてあるんだよなうんえっと指 あ、はあ。じゃあ、アイホ、でもアイホ、アイホロビッチは、うん、このリムジンってのがコンバーチブルなのかどうかわかんないんだよな。コンバーチブルに乗っているっていう男性自体が、うん、ないんだよな。 レン・レッド・バルクってやつも入れ墨があるんだけど、こいつは右手の親指に人魚の入れ墨があるということなので、じゃあ、アイホー・アイホロビッチだとして、ちょっと特定してみるか。逮捕状。 はいえー、まず男性でしょ髪はブロンド。あー、ブロンドが金髪だよね。そして、うーん趣味。趣味は何なんだ、こいつ。ないね。この中、当てはまんないんじゃないかな。えー、特徴は入れ墨乗り物は。 コンバーチブルこれでいけないかなダメかうん一つぐらいね抜けてても大丈夫なはずなんだけどもう一回やってみるかうーん やっぱあれじゃアイホロビッチじゃないのかなぁコンバーチュちょっと待ってリムジンだもんなぁコンバーチブルになってるコンバーチブルでも男性なんだよなぁ これか。ファーストエディ・ b は、彼はいつもコンバーチブルのトランクにオーダーメイドの道具を入れて移動している。で入れ墨に関しての情報は、うーん。えー、っとね、入れ墨については、こいつは書いてないんだけど、 金髪じゃないのか。こいつだったら黒髪なんだよな。で、趣味は。何なんだろうな、趣味は。うん。クロケット選手か。これで。あれは違うの うーんじゃあ次に行ってみるか間に。間に合わなくなんないかな。と次はね、えー、っと、どこだイスタンブール。うーんと、イスタンブール。 んんんんどこだよイスタンブールあこれかトルコ教区ここだなきっとな <noise> はいよしあってた あえー、っとねー犯人の特徴がここでさらにわかるといいんだけどさ入れ墨もうすでにかぶってるなお金をルピーに変えたいルピーっていうとゼルダの伝説かなあれ 同じやん。金をルピー、手の入れ墨を見た。うーん。えー、大統領のメッセージ。最い悪いだなぁ。えー、ちょっと待って、誰だかわからないんだけど。コンバーチブルに乗ってて入れ墨。で、男性。誰、えー 男性の犯人っていうのが何かね少ないんだよなうん入れ墨が特徴ってことはやっぱアイホアイホロビッチじゃないのかな 見せびらかすえー、っと。じゃあリムジンにしちゃおうかな。でクロケットじゃなくてで金髪 これ、アイホアイホロビッチ。でもな、以前間違えたことあるんだよな。アイホアイホロビッチかと思ったらさ。で、えっ、ー、と、ルピー。うーんと、ルピーっていう通貨。ちょっと、ネットで調べましょうか。ルピー、通貨。通貨 インド、インドはルピーだけど、インドじゃないんだよな。えー、っと、他に、あ、そっか、インド以外にもルピーってな、そっか、使ってるとこあるんだな。うーんと、スリランカ、ネパールとか、そっちの方もルピーなんだな。 インンド、パキスタンなんかみんなルピーなんだな。えー、っとこっちの方えー、っと選択肢としてはカトマンズえー、っと。 どこだあんねんうんと、ネパール王国。ネパール王国。怪しいな、ネパール王国。でも、大統領制なんでしょう大統領制、ネパール、カトマンズ。うんと、ちょっと待って。調べよう。 んーと、ネパール王国あーやっぱ大統領じゃないんだなそうするとでもルピーなんてねうん 政党、うん、のない民主的王政制度。なるほどね。じゃあ、いうんと、コロンボ。も奥さん、奥さんがあなたのファンでね、みたいな。フリランカルピー。そして えー、大統領。じゃあこれだね。フリーランカ、コロンをね。えー、っと。いやーもう間に合わないかもしれないな。犯人がつい。一応まあ、アイフォロアイフォローピッチなんで。逮捕状は取っちゃったんだよね はいさあどうかなあーアイホアイホルビッチじゃなかったんだね。 じゃあ、ね、えっ、ー、と一旦ロードしますわうんとはい北京にいるところから、えー、とやり直しますうんと逮捕状を取りたいんだけどうんとトルコ語の辞書 はいこれはもう行き先分かってんだよねえっとトルコあっちょちょちょイスタンブール <noise> よし。 うーんとこれはあれですね、行き先が変わってますね。これランダムだからね、変わるんだよね、やるたんびに。海へび、ちょいうんと、海へび構えたい。エズミを隠すような動作。アイホロビッチだったら隠さないからな。えー、っと、ベ べった、んちゃうちゃうちゃう。違うたその工芸品。危険なスポーツについて自慢してた。危険なスポーツ。ダイビングとかかな うーんと、黄金のライオンがついた。これは重要ですね。黄金のライオンのパタうん。さてと、じゃあね、アイホ、アイホロビッチじゃないということで、うーん、そうなると、さっき逮捕したからってね、 また同じやつの可能性もあるんだよなでもニック・ブランチは入れ墨じゃなくて指輪をはめてるんだよなまた勝手になっちゃった押してないんだけど勝手になっちゃうんだよな どっかじゃあ、ファーストエディー B なのかなでも、こいつは、うん、入れ墨について書いてないんだよな。入れ墨について。親指に入れ墨があるのは、レン・レッド・ハルク。 ですけれどもこいつは何の車に乗ってるかとかそういう情報ないんだよなとりあえずこいつだとちょっと仮定して入れてみるか髪の毛はえー、書いてない趣味はうん 危険なスポーツって言ってるからねスカイダイビングかもしれない特徴は入れ墨乗り物についてはコンバーチブルこれでど,どうか違うのかうーんもう間に合わんで ハイダイビングじゃないのかな危険な。危険なスポーツって。まあ、登山も危険っちゃ危険だけど。うーん。屋根のある車は趣味じゃなくって書いてあるから、今場所、こいつだな、やっぱな。 髪の毛の情報がないんだよなぁ頭でブロックすごいね大きな角を持った羊と思っているらしい海の食べ物を好むうん 登山も危険っちゃ危険だけどどうすっかなえー、髪の毛一応ねレンレッドバルクなんですけどギャンブル中毒で失業中のバルクは 犯罪に手を出さざるを得なかった彼はもし次に勝ったならギャンブルから手を引くといつも言っている選手時代に数多くのシュートを頭でブロックしてきたレンは自分のことを大きな角を持った羊と思っているらしい屋根のあるような車は趣味でなく海の食べ物を好み右手の親指に人魚の入れ墨を入れているうーんああれ なるほど。二つは生きてもいいんだね。よし。じゃあ次は、黄金のライオンの像がついた旗。ということで、えー、っと、コロンボ。コロンボでいいのかなこれ、ライオンなのかな コロンボ行ってみましょうかうちの奥さんがあなたのファンでねー <noise> さあどうか <noise> よし捕まえた。 いやーよかったよかったなんかかわいいね今の目指 <noise> よし 一じゃあ行きましょうか北京。<noise> まずは北京から。千年前の卵。千 <laughs> 年前の卵。何の卵かにもよるけどね。容疑者は女性。 首相へのメッセージを持っている首相オーストラリア原住民に会いたいオーストラリアじゃないこれオーストオートスになっちゃったオーストラリア原住民に会いたい 最近行われたテニスの試合について、えっ、ー、と、テニス。これ、あんまり早く特定してもね、あんま意味ないんだよね。クック船長。クック船長。はい。えー、っと、クック船長。 で何あのー、あれじゃないのなんかディズニーのあれ違ったっけえっ、ー、となんか片足のカギ爪めの船長ってクック船長じゃなかったっけその他 フック船長とかないね政治は立憲君主制オーストラリアってそうなんだってことは違うよなでもアボリジニーってオーストラリア原住民のこれだよね うーんこっちかなパプアニューギニアパパ君ああ。 イ,リザベスこれイギリス領ってことなのあでも首相がいるんだからここでいいのか。えー、っと。なんでクック船長なんだよくよくわかんないですけど。 まあ、ちょっとわかんないけど、首相、首相はいるし、えー、っと、あ、ちょっと待って、アボリジニーって、いるのいないね。うん、ちょっとわかんなくなってきたぞ。ネットでクック船長をちょっと調べてみるか。クック船長。 キャプテン・クックッ、えー、ジェームズ・クックはグレート・ブリテン王国の通称キャプテン・クック。うん、あっ、全然俺が想像してたんと違うね。うーんと、オーストラリアに、そっか、実在の人物だったのか。じゃあ、オーストラリアでいいのかな でも、ニュージーランド。あれちょっと待って、じゃあさ、なんだっけ、俺が、うんと、えっ、ー、と、ピーターパンに出てくる。 船長はなんて名前だっけピーターパンピーターパンあっフック船長フックそっかそうフックだよね手がフックになってんだ クック船長じゃないわ。どうなってんだ、俺の頭。えー、っと。で、クック船長と首相性とオーストラリア原住民でしょそうすると、オーストラリアなのか、その近辺あたりしかないと思うんですよ。旗の色とかね、デザインについて、 情報があればよかったんだけど、パプアニューギニアかシドニーだと思うんだけど、もうあれだな、次の行き先の選択肢の中にある方で、シドニー、うん、オーストラリアでしたね。ああ、でも首相なのか。 えーっとはい正解えーっと赤白の旗赤白の旗、えー、それからリムジンを運転 結構特定できそうだな、こりゃ。んー、生ゴムのバイヤー。そんなのいるのかまあ、いるのか。東南アジアにある半島へ行きたがってた。えー、東南。あ、違う違う。東南アジア。 アジアで髪,が髪の毛は金髪髪の毛は栗色だーっていうのがあったけどねうんとそうしたら赤白で東南アジア赤白で東南アジアっていうとシンガポールかなシンガポールについて調べてみようか <coughs> <coughs> えー、っと <coughs> 産業に生ゴムがねえな。 うーん、違うのかな赤白の旗、ためっちゃ赤白の旗たですけどねここね違うのかな えーっと、その他、うーんと、そうだな、東南アジアっていうと、でもそんなにね、東南アジアに選択肢ないんだよな、ってことは、飛行機でもう見ちゃおうかな。うーんと、シンガポール、シンガポールで、 よっしゃ、あっとった。このゲームほんとねマニュアルがないと絶対無理ですよ。マニュアルがあったって俺はできなくてネットでねいろいろ情報を調べたりしてるぐらいだからね。米の価格。米か。あちうちうそうじゃない。 天皇へのメッセージ。日本だね。天皇へのメッセージって、どうやって伝えるんだろうなぁ。群島へ行きたい。群馬に行きたいんかと思ったよ。っていうか、うん。 犯人の情報が全然ないとりあえず東京行こう皆さん海外旅行とかね行ったことありますかねねこのねゼニーくんはねもう仕事とはいえねすごい海外あっち行ったりこっち行ったりしてますけどこれ、ね、海外どころか飛行機すらも乗ったことないからね 一生に一度ぐらいは飛行機乗ってみたいけどねはいえー、次はと「ユーコン川」「ユーコン川」を探検したいテニスのラケットを持っていたよ、ね、えっとアメリカおさっきのと同じだね アメリカ、シロズル。さっきと同じだねって言ってくるね。さっきと収録時間が離れてるっていうかね。さっきプレイしたのは、半日ぐらい前なんですよ。あの、一人目の犯人の時でね。声のトーンが違うから分かると思うんだけど、今深夜なんだよね。 だからなんだっちゅうと、アメリカ白ルのことはもう忘れたっていうね。えー、お金をドルに両替した紙は金髪あー。その情報は分かってんだよな。通貨はドル。はい。もう一回じゃあ、ネットでアメリカ白ルについて調べましょうか。あ、違う、思い出した。あれだ。カナダじゃんで、コン川。 カナダよし俺の頭もまだまだ捨てたもんじゃない行こう行こうモントリオーレ正解 うーんと、香水ね、香水の価格を維持したい。フラン、フランスですね。 しまった。無駄にしてしまった時間を、えー。セーヌ川、魚介類を注文。魚介類が好きと。そして、セーヌ川。もうね、えー、フランスであることは間違いないでしょう。そしたら、じゃあ、犯人を特定しよう。 金髪、テニス、リムジン、魚介類。まあ、ちょっと情報が多いんでね、比較的特定しやすそうだな。ええー、とね、金髪。うん、と、シーフードを好む。テニス、テニス。彼女はテニスプロと駆け落ちをした。 えーっと車車の情報はブロンドでリムジンよしこいつだな間違いないえー、っとダズルアニーノンカーだと思います 女性の、金髪の、テニスの、えー、っとね、これないんこれなくていい。で、リムジン。これで、さすがに、こいつはね。はい。まあ、おそらく、間違いないと思います。そして、フランスに行こう。えー、パリ。 協力に敬意を表する北京の警察が逮捕した。ダズラーの持っていた刀0千年前の卵。は再び人々の手に返されることとなった。なんすかね、千年前の卵。はい。よくやったぜ。君のランク。エースディテクティブレベル5。 さあ、あと4件でこのゲームもクリアになるでしょう。とりあえず今回はここで終わりにしておきましょうか。はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。えー、っと、次回はね、えー、皆さんにエンディングをお見せすることもできるんじゃないかと思います、えー。楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。ではでは、またお会いいたしましょう。さよなら。